さまでーす。 PK さんだ。ナダルです。さあ、皆さん、エロチキンチャンネル。はい、今回はスマブラ。ありがとう、マジで。ナダルさんもやっぱスマブラ大好きでしょ。いやいや、だから前めっちゃ楽しかったからよ。前めっちゃ楽しくて、ナダルさんがスマブラめっちゃ強いっていう動画、うん、しかも10万再生以上いったりして、いや結構だからもうコメント欄とかも大盛り上がり、うん、ゲスト。そうなんですよ、今回は、うん、その前回は僕と、まあ、YouTube スタッフもうみんなとやって、はいはい、もう無双したじゃないですか。ゲストと一緒にスマブラをやろうか。なんとなく予想ついてるんですよ。あ、俺が前ちょっと強すぎたから、はい、ちょっと強い人呼んでんじゃないかなって意識はあります。なるほど、なんとなく浮かんでる人いますか。兼近が結構俺いい勝負するんだけど、ちょっと強いね、兼近。兼近が強いから、兼近が強いから来るかなって思うけど、忙しさ、スケジュール的に呼ばれへん。だから、なるほど、インディアンス、キム。失礼やん、失礼やな、キムは来れるやろみたいな。キムぐらいやったら、インディアンス、キムの扱いやばいで、このチャンネルキムって言ってるけど、うん、木村さんやったら、あ、木村さんやったら来るんちゃうかな、うん、ぐらいで、ちょっと俺のテンション下げてくるんじゃないかっていう。なるほど、ちょっと下がらせようとしてくる感じがします。ただスマブラさせるわけにはいかへんみたいな気がしますから。その予想は当たってるんでしょうか、はい、じゃあゲストの方、はい、呼びたいと思います。こちらの方です、どうぞ。お願いします。はい、ということで、敵を木下さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、いや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 、何回目やねんというね、ちょっと YouTube の方はちょっと間が空いてたんですけども、待ってた。あ、ほんまですか。ありがとうございます。いやいや、本当嬉しい。あ、ナダルに本当お世話になってて、いや、ここはやっぱ無視できないとこで、やっぱりこうナダルが出る番組、まあ脱力タイムズですよね。あ、そこに呼んでいただけるのはやっぱりナダルがいるから。いや、僕もオンエア見ました、脱力タイムズ。やっぱり結局脱力タイムズとかそういうので、また木下さんとナダルがこう絡むっていうのが結構あるんで。そうなんです、はい、ありがとうございます。いやいや、もう嬉しいけど。そうなんですね。まあまあまあ、それだからもう一緒ね、いろんなお仕事を一緒させてもらってるから、うん、それあるけど、ありがとうございます。いいや、マジでなあ、最初は言うといてくれ、いただきますから、こんなやったらもうリアクションミスったんやけど、変な感じだって。ずっともっとなんかわーって喜ばなあかんの、引きつってもんだよ。そう、これが聞こえてもんの、すいませんし、いいいい、これも気持ちいいわ。まあまあまあ、だからもうそれはほんまにもうちゃんとやろう。だからもうそれ、木下さん、ほんま、すみません、ありがとうございます。嬉しい、うん、いや、嬉しい嬉しい。今回ダイランドスマッシュブラザーズっていう、うん、もうナダルがもうすごい好きなゲーム。ゲーム、はい。だからそう、木下さんと、だから正直、だからそのもう一応いろいろ仕事してますけど、はい、ちょっとね、なんかどっかの部分でやっぱ僕は警戒してたりするから、うん、それをなくすためにちょっとゲームしてちょっと盛り上がろうという。なるほど、はい、どうですか、ダイランドスマッシュブラザーズ自体は。もちろん知ってますけど、僕はほとんどやったことないけど、でもまあまあ僕ゲーマーなので、あ、ほんまですか。小学校からずっとゲームやってるんで、あ、まあ、あのコツをつかめばすぐいけると思います。あ、じゃあ、はい、結構格闘ゲームとかも。あ、もちろん、あ、全然やってます。はい、ほんなら結構こう、もしかしたら、はい、そうですね。だからこれちょっと、ほんならちょっと、スマブラやったことあります？スマブラたまもうほんとちょっとだけ。ほんまですか？ほんなら全然ちょっとやってみましょうよ、はいはい、ほんならちょっとコントロールある？じゃあやりますか、うん、木下さんとナダル2人で。あ、やる。あ、はい、もう対決やんな。はい、負けへんからな。わかりました。ちょっとやります。俺はちょっと今までのね、恨みもありますから、ぶっちゃけ言うても、はいはいはい、わかりました。流れありますから、はい、ここでちゃんと勝って、男として、オスとして勝ちたいと思います。はい、ほんならちょっとキャラ選んでやりましょう。はい、わ、はい、かりました。で、これ、これ自分の好きなキャラのところに自分の札持ってきて、うん、で、この X を押してもらって。はい、あ、それええな。これもそれでしょうか。これするんですか。一緒のキャラですか。じゃ、僕違うんですよ。え、あ、やっぱりその、わか、初めてなんでね。何でもいいですよ、キャラさん、好きなの。こんだけおんねんから。
いっぱいいますからね。でもやっぱね、でかいでかいから木下さんに一番似合うのがいい。そうそう、それで言うとドンキーコングじゃん。ドンキーコング、ドンキーコング、うん、これほぼ一緒やから。ほんでこれでやって、これ X を押して、ほぼ一緒、 X を押して OK で、よし、ちょっとこれは負けへんな、はい、うん、うわぁ、はい、タイマーや、タイマー、うわ、懐かしいな、なんとなくやったことありますね。ちょ、待って、ちょ、待って、わかりやすく、これ Y でジャンプですよ。 Y でジャンプね、はい、そうそう、で、空中でもう一回ジャンプできるね、こうやって落ちたらダメですからね、はい、もちろん飛ばし合いです、落ちたらダメ。なんで今の、はい、皆さんがスタートをしてた、うわぁ、すごい、あ、うまいですね、うまい、タイム押しちゃダメですよ。大丈夫ですか？収めてくださいよ。こんなのあって、僕がやるときに。はい。どこか行った？ああ、大丈夫ですか？上、上見ですよ、タイムさん。ん？あ、上、上。ちょっと、ま、あの、なんだろう、キノシさん、初めてやから。だから、こうやって2回、そう、ジャンプして、で、その後上、それで復帰せなかった。それをして戻ってくる。あ、B で戻る。そうです、そうです。あ、面白いね。あ、いけそうやな。あ、いいっすね、強い。あ、あ。さよなら。これだから、ちょっともうちょっと、木下さん分かってますやり方。ちょっと山内やり方をして、X 押して、はい、ちょっと早い、 X、X、 いや、ごめんなさい、なんか、あの、うん、ちょっとだけ早いかな、なんかその展開が、あの、木下さんも、一瞬いいよ、いいよ、ほんならちょっと、あの一瞬で終わったんで、そうもうちょっと分かりやすいイメージよ、落ちづらいというか、うん、ボコボコしすぎというか、うん、木野さんの好きなキャラでいい、ちょっとキャラ描いていい、はい、さっきの方がええわ、ネスにします、 OK です。じゃあ僕リュカにします。木野さん一瞬でね、今終わってしまったやり方確かにリュカの方がやりやすいかもしれません。あ、ネスの方がやりやすい。あ、キャラ変えたね、はい、木野さんがこのネスね、そう、帽子かぶってる方、あ、そうだ、押したまあまあ、最初なんで私らから押してもらうっていうのはダメよ、それ押したらダメですね、はい、ちょっとそれ押してください、はい、はい、はい、あ、押すちか、これ時間のダメですよ、はい、池江さん、自分に当ててこうやって飛ばすんですよ、これ一回 PK さんがなんかやらしてあげる、その気持ちだから一回わざをさ、そのやらないことにはなんかほら、PK サンダーを一回、はい、あ、PK さん自分に当てます。あ、何してんのそれ、あの、自分に当てないとこれ持ってこれないんで、こうやってやって、こうやって自分にこうやって当てて、もう自分に当ててください。あ、僕なんだ、前一回その技を試させてあげた、こうやって、そう、ちょっと待って、はい、あ、これ押してます、ちょっと待って、大丈夫ですか、その疲れもね、飛ばされますよ、
ちょっとオッケー、ちょっとやり方教えよう。これちょっと、いや、違う、それ俺はだから、うん、まだ全部で1分半とかで終わってるから、そのさっきも1分半で終わって、うん、あ、大丈夫ですか、うん、痛っ、なんかなんかもう痛いね。はい、X 押してください。ちょっもう一回 X、 もう一回 X 押してください。ちょっとこれ、やり方教えてんのにな。あの、なんかまだ操作段階確認、充電できます？充電はできてる。なんか全然コントローラー変えようか。なんか全然わかんない。コントローラー変える？あ、こっちでいいします。あ、こっちでいい、はい、あ、じゃあそれ貸していい？はい、以上です。あ、これコントローラー変えていく。すげえ持ちやすい。あ、そっちの方がやっぱ持ちやすいですか？全然違う、全く違う。なるほどなるほど。ちょっとやっぱりこれ、奈良さん、こう初心者にはこういう形は結構難しいんですか？いや、確かに、いや、俺はでもこればっかやってたからあんま分からへんけど、ちょっとお前一回やってみよう、これ。よし、よっしゃ。あ、来ましたな、仕切り直そう。これは、はい、しずえって名前けど、あ、動物の方がいいか。あ、そうか。あ、ポケモンスタジアム。あ、ほら、あ、やりやすいですか？あ、全然違う。よかった。ああ、はいはい、なるほどね。危ない、いけんちゃう。木下さんがあのワンちゃんみたいな、シズエって言ったら、はい、危ない、はい、ちょっと、どういう、いけるよ、はいはい、危ない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 。あ、これ戻らない。シェッ、慣れてきた。やりやすさは増えてますもんね。そう、わっ、今投げたんじゃいけました。あ、使いこなしてるな、このキャラ。やばい。あ、キモリさん、このキャラめっちゃ熱い。おお、なにこれ。うわ、まあ、頑張れ、戻ってくれるよ、みんな。あ、戻ってくる。あ、どうして戻るの？上 B です。あ、上 B、 上押しながら B。 上、なん、これ押しながら B です、これ。そう、それで、ほら、ビヨンズが風船みたいな。だからさ、一回さ、うん、ちょっと攻撃確かにさせるみたいなターンがあってもいいじゃん。一回だから、そう、うん、なんかその、はい、その、もう、言うてね、残機キーになってるから、うん、だから、なんか一回、一回その、うん、攻撃を覚えるというか、木下さん、その時間いると思う。確かに、そう、いろんな攻撃まずして、そう、だから今のところやっぱりボコボコなってるだけというか、え、あOK、 ちょっとこれ一回あのどんな技があるか木下さんに教えよう。ほんで、じゃないとこれあかんから、うん、ちょっとなんかちょっとなんかチーム戦みたいに2-1とかいけるやんけ。2-1しましょうか、一回ちょっと。僕も入っていいですか？すみません、ちょっとどうしようかな、うん、やっぱ俺ちょっとやりすぎてたから、うん、ちょっとね、うん、あの一方的すぎて、その見てる側もちょっと木下さんのそのスマブラどころじゃないというか、そのキャラがもう把握できへんぐらいもう終わって思ってるから、次のドンキーゴーム。あ、ドンキーゴーム、うん、あ、いいっすね、うん、はい、じゃあ僕、ルイージでしょう。うん、こういった。オッケー、西野よろしく。お願いします。はい、お願いします。はい、行きましょう。ルイージ、提供者さんが、いいの、もうやっちゃって、やってください。これおっしゃー、はい、僕の見ました、今見た、すごいやん、木下さん。あ、うまいやん、僕結構、はい、
あ、木下さんいいですよ、あ、いい、それめっちゃいいですね。あ、これ、あ、ぶら木下さん、ちょ、あ、それ一旦やめてもらって、西野、あ、すいません落ちちゃいました、僕。いいんじゃない、あ、もういいんじゃん。慣れてきはった。現在、下降りれます。出て、うん、強いわ。このやめよう。はい、じゃあやり方教えます。ちょっと俺ちゃんとだからやり方分かんない。これ何なの、この落下みたいなやつは。与えたダメージみたいなやつ。なんかそのままだから言ったやろ。じゃ強い人呼ばなあかんねんで、こんなボコボコにしてまえんか俺先輩のに。ちょっとだけナダルさんがなんかフルパワーすぎる。分かった、ちょっとやり方教えよう。あ、でももうコントロールね、俺ほんま分からんのよ。じゃそう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 やねん。じゃあ残機1でいきますか。残機1で技を教えますこれ、うん、で皆さんの好きなやつで選んで、うん、あ、じゃあもう同じキャラにしますわ。ドンキにします。さっきと同じキャラ、うん、なんかそんなの方が、はい、じゃあルイージでやる。ああ、なるほどね。ナダルさんもドンキでやる、うん、教えるから。わかった、はいはい。あ、なるほどね。あ、そういう時間は多分欲しい、うん、急に。あ、ドンキーコングのもう技を教えなさいってことか。どっち、キノサって書いてあるね。でまずこのジャンプできます、こうやってビヨンビヨンって。そう、はい、でその後上を上をしながら B です。そうそうそう、そしたら飛べるんですよ、うんうん、でそうやってこうやって横に移動してめっちゃ飛べるという。わかりますけど B、 はい、 B というかその A ですね。 A やな、そのコントローラーで言うと、はい、こっちで言うと B です。でも普通は上 B、 ずっと B をしてたわ。あ、A なぁ。そうです、はい、はいはいはい。ほんでずっと A、 B
B 言ってたぞ。ごめんなさい。ああ、ちょっと A、 じゃあ A を押してください。そのまま普通に A。おお。それ普通に何もボタンを押す。A だ。ああ、上のもの。こうやって回せるんですよ。B、あのその A だけ。そうそう。でそれでため溜まったら湯気出るでしょ。でそれ B 押してください。あ、A 押してください。おい。強力パンチ出るんです。で下押しながら A 押してください。え、めっちゃいいじゃないですかそれ。で連打したらもう地面叩きまくる。おー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 おお。めちゃくちゃ技覚えてくる。で X を押したら普通にこう、ほんで素早く横押して A を押したらこうやってた。おーい。そう、はいはいはい、あ、それ上手。あ、あ、すごい、めっちゃ上手。そう、それが強力技です。 あ、めっちゃ強い。あ、いいっすね、これいけちゃいます。やれたのもやり返しますね。足、あ、そうそう、足でもだよ。終わった。ちょっと待ってくれ。今覚えてるところだから今終わった。はい、ちょっと時間もあるんで、そのいった、うん、まあじゃあでもなんか分かってきたかな、はい、うん、あ、ごめんなさい、その次はなんか75。よし、行こう。ならよし、すいません。これ、あ、俺 A や、俺 B って言ってたからさ、あ、A な、 A やったらめちゃくちゃわかる。一応そのいいですよ、今のラストや、ラスト対戦。ごめん、もう時間的にもいかなかった。すいません、ちょっと僕ら次のラジオがでですね、ちょっともう今のがラスト対戦に。もう一回いくぞ、ラストいくぞ。ラストいくぞ。だから言ったやろな。 X をして、 X をして、 X。 こんなんなんねて。だからもう時間もギリギリでこんなんなってさ、もうでもいいよ、時間的に。どこ行く。ちょっと松田君と変わってもらえ、次あれお任せでいい。え、松田君とちょっと、え、小川さんちょっとやったって、俺ちょっともう行かなかったっていうラジオ。うん、俺がもう、ちょ、待って待って、誰誰。おぼかたさんの松沢君です。ちょっと結構できるんで。ちょ待てよ、ラストラストラスト。いやいや、このままじゃあかんわ。いや、ちょっと待ってくれ、あと一回やってくれ。松沢君一回やれ。おぼかたやれ。ちょっと一回やってくれ。仕事行かな。いやいや、仕事やん、これも仕事やん。いや、あのこれ遊びなんで、はい、そ、一旦ちょっと僕らほんまに行かなダメで。いや、このままやったらあかんやんか。このままで終わらず。誰？松田君です。もうええ、早くやれって松田君。もう時間ないから、もう行かなあの俺。だから言ったやろ、もう西野もさ、もう言っといてくれって、だから頼むから。いやいや、もうなんねえながら。じゃあそれは一個も面白くなかったやんけ。なんで先輩こんなことしたら、お前それはちゃうよ、それ言うてまう。火使うだけでよ。違う違う、そんな、いや、それ何キロだか、あかんのか、こんなことした。いや、もうちょい、もうちょい、なんかあれ、すみません、もうちょっと、もうやったってやりたい言うてるからね。まだ、すみません、ほんまに、ちょっと、またお願いします。ちょ、ほんまに何時あんの。終わるのは19時半ぐらいなんですけど、そこから僕焦る釣りの約束してた。もうまたやんか、ほんま、もういつ仲良くなんねん、もう。まあ、でも、すいません、ちょっと頼むか、申し訳ないです、すいません。一回ないです。お疲れ様です。お疲れ様です。やっちゃいます。場所どこでもいいね。よし、負けませんよ。
帰りますわ。帰ります。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。